こんにちは、綺麗になるっていうチャンネルのぐんじです。インスタグラムもフォローしてね。このチャンネルでは私が綺麗になるために様々なことにチャレンジして、それを皆様にシェアして、皆様も私も一緒に綺麗になっていけるような動画を配信していくチャンネルになっています。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録して、次回以降の動画も楽しみにしていてください。はい、というわけで今日のテーマは、お胸が大きい方へ、お胸を小さく見せる大ブラさんの紹介です。はい、ちょっとね、今日はヘアアレンジとかとは違うんですけど、悩みがございまして、ちょっと聞いてくれますか？私そんなにね、こうでかいってわけじゃないんですけど、洋服を着るときとか、あとこういうね、ピタッとしたものを着るときとかに気になるんですよ。まあ、気になっちゃうがゆえに、ピタッとした洋服とかキャミソールとかそういったものを避けている傾向があって、で本当はなんかこうさ、タンクトップとかになんかシアーシャツ着てデニムでパーンって出かけるみたいなことをしたいんですけど、それやるとやっぱここがさ、なんかこうエロくなっちゃうんですよ。でそれが私はすごく嫌で、なんかそういったなんかヘルシーに見えるようなこう洋服を着てきたかったんですけど、着てこれなかったっていう悩みがあります。でね、そんな悩みを知ってか知らずか分かりませんが、まあ知らないと思うけど、ベーミヤさんっていう下着のブランドさんから今回はね、おブラさんを5ついただいたので、そちらをレビューしていきたいと思います。これほんとすごかったんですよ。あの、小さく見せてくれるブラっていうものになっていて、ほんと本当に小さく見えるんですよ。最初にね、ちょっと比較を見てもらいたいんですけど、通常の、あの、おブラさんをしてる時と小さく見せるブラをした時の比較がこんな感じ。マジで全然違くないですか？痩せて見えますよね。そうで、ここの部分も普通のやつよりも気にならないし、めっちゃね、すっきり見えてると思います。まあこんな感じ でそういった悩みがある方にぜひ見てもらいたいなと思って、今日は5つのブラをご紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。ではスタート。なるってよ。さあ、では1つ目、1つ目はこんな感じのやつです。レースですごく可愛いデザインになってます。でマジでめっちゃ軽い、びっくりするくらい軽いです。でペラペラなの、こんな感じで。でノンワイヤーになっているので、こんな風にくる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 できちゃうくらい、もう軽くて柔らかい素材になってます。でここの横の部分もストレッチが効いてたりとか、あと脇の部分もかなり高くなってるので、ここがこのね、お肉がはみ出したりしないし、こんな感じで背中の方もすごく広く作られているので、背中のボコボコしたお肉なんかもすっきりと見せてくれると思います。あとはなんつってもここのね、肩の紐がすごく太いので、なんかここにさ、グイって食い込むところがないのも結構いいですね。あとはここの素材がトゥルトゥルなので、着ててストレスがない感じがしました。そしてね、このレースですよ。レースをつけてくれていて、でここのレースが全然チクチクしない。でここも裏側も通気性のいい素材になっているので、もうつけ心地がマジでめちゃくちゃ良かったです。で私ジムとかにもね、していったんですけど、すごい良かった。揺れない走ってても揺れない感じがすごく良かったです。でさらに通気性もいいから蒸れにくいっていうところもすごい良かったです。めっちゃ良かったこれ。でお色は3色ありまして、こんな感じになっております。今回私はグリーンを選びました。大人っぽくて上品なカラーですね。まあグリーンなんだけど、まあ、ちょっとグレーっぽい、グレーっぽいグリーンっていう感じですかね。しっかりこう肉眼で見ると、まあグリーンなんだけどね、グリーンなんだけど。で最後、いつものおブラさんをつけた状態とこちらをつけた状態比較したのがこんな感じです。かなりすっきりしましたよね。やっぱりこうぎゅうぎゅうな圧迫感とか全くなくて、きついとか苦しいとか全くないんですけど、しっかりと小さく見せてくれるっていうような感じのものでした。だいぶねこれで印象が変わるんじゃないかなと思います。じゃあ次2つ目、はい、2つ目はこちら。ででん、こちらね、こ
ちらもノンワイヤーのタイプのものになっていて、まあ、さっきよりは生地はペラペラではなくしっかりしてるっていう感じですね。結構分厚めな生地です。でやっぱり背中の方はかなり広くなっていて、あとここの脇の部分も高くなっているので、さっきの小倉さんと同様脇のお肉もこう中に入れ込ませてくれるかなっていう感じです。で、まあ、この紐も通常のものよりはまあ少し太くはなってると思うんですけど、まあ、そんなに変わらないかなっていう感じです。でこれの特徴としてはここの谷間の部分を隠してくれるっていうところですね。この間のここまでレースが来ているのでこう隠してくれるっていう特徴があります。で前はちょっとレースっぽくメッシュっぽくなってるんですけど、後ろはトゥルンとした感じになってます。でお色の展開はこちらも3色ございます。まあ、ちょっとね大人っぽいデザインになってるかなっていう感じですね。若い子よりもまあちょっと大人っぽいような感じかなとは思います。ただここにワンポイントこういうのがついてたりリボンがついてたりするので、まあ、ちょっと可愛らしい印象もありますね。じゃあこちらをつけた感じといつもの小倉さんをつけた比較がこちらになります。はい、じゃあ次3つ目紹介していきます。3つ目はこちらです。かわいい。これはとにかくすごいデザインがかわいいなと思いました。でこちらの特徴としてはワイヤーがここに入っています。ここにワイヤーが入ってるのでちょっとこう丸みがあるような感じです。なので、まあ、今まで紹介した小倉さんたちよりも胸が小さく見えるというか、まあ、しっかりとこうワイヤーで形もピシッとなりつつ少し小さく見せてくれるかなっていう感じです。まあ、ただ、まあ、そんなにすごい小さく見えるかっていうとそんなでもないかも、もしかしたら。ただワイヤー入りが好きな方とか、あとはやっぱりこのねここの部分脇の部分と背中の部分は広くなってたりするので、そういったワイヤーが入っていてやっぱりこの背中とか脇の部分をしっかりお肉をカバーしたいなっていう方はすごくいいと思います。とっても可愛い。結構ね大きくても可愛く見えるものかなと思います。でこの脇の部分がとても素材的に風が通りやすい素材になっているので、ここの部分は、まあ、そんなに布っていう感じですけど、ここの部分は、まあ、蒸れにくく作られてるかなと思います。でこれは色展開は特になくてブルーと白の一色の展開になってます。ここにでかいリボンついててレースで可愛いです。でこちらと、まあ、普通の小倉さんを比較した感じがこんな感じです。まあそんなに大差はないんですけど、やはり少しいい感じに見せてくれるかなと思います。はい、じゃあ次4つ目ご紹介していきます。ででん、こちらです。かわいい。こちらもね全部レースになっていてとってもかわいいですね。で後ろはやっぱりこんな感じでこうトゥルトゥルの素材になってます。でやっぱり伸びもかなりいいですね。こんな感じでビョンビョン伸びます。これもマジでめっちゃ軽いです。でノンワイヤーになってるんですけれども、やっぱりここの部分この横の部分がしっかりしてたりとかするのですごくいいです。ここの部分がもういい意味でペラペラなので軽いし通気性が良くて蒸れにくい、そして小さく見せてくれるっていうもう最強のやつですねこれは。そして見た目もねレースになっていて可愛い。そしてこのレースがとても柔らかい素材で全然チクチクしないっていうところも私的にかなりいいポイントだったなと思います。でこの下の部分もレースになっていて、まあこうつけるとちょっとこの下の部分がヒラヒラっとなるデザインで可愛らしいかなと思います。でこちらお色が5色あるので自分のショーツの色に合わせたりとか、あとは好きな色とかすごいこれが気に入ったらいろんな色買ったりする方もいるみたいですね。私は今回はピンクにしてみました。こちらも紐は少し太めですね、ストラップは。で後ろもしっかりと広めになっていて、ここも高さがあるので脇とか背中のお肉もカバーしてくれると思います。こちらをつけた感じと通常の小倉さんをつけて比較した感じがこちらです。
いやこれめっちゃすごくないですか。全然圧迫感もないし、なんかダラーンとしてる感じもないのに小さく見せてくれるっていう、もう本当にねびっくりしました。はい、じゃあ次最後5つ目紹介していきます。5つ目はこちらです。じゃーん、なんか可愛いですよね。大人っぽくてお上品ですごく可愛いと思います。こちらもノンワイヤーになっていてすごく軽いです。で通気性も良くて、でこの谷間の部分に少しだけこういうカバーしてくれるところがあるので、まあ、見えるっちゃ見えるんですけど、まあ、ちょっと隠してくれるようなものになってます。であと脇の部分もしっかり高くなっていて、後ろとかはトゥルントゥルンの素材でストレッチ性があります。脇のところも高いし後ろも高くなっているので、この脇のお肉とか背中のお肉もカバーしてくれるような設計ですね。でストラップはかなり太めになっております。後ろ見てほしいんですけど、ちょっとすごい細かいことなんですけど、フックの部分がなんて言うんですか、この色と合わせたこうマットなフックになっているので、すごくそれが可愛いなと思いました。他のやつは基本こういう風な、ま、金具になってるので、まあ、色とのちょっと目立ち感があるかなっていう感じなんですけど、これはそういう細かいところまでこの色に合わせたホックが使われていて、すごく可愛いなと思いました。目立たなくていいですよね。でこれもめちゃくちゃ軽くてノンワイヤーです。で折りたたんでも全然いいし、すんごい軽い、もう最高です。でデザインもレースになっていて可愛くて、やっぱりレースも柔らかくてチクチクしないような素材になっております。もう 薄いのにしっかりしているっていう感じの生地がめちゃくちゃいいですね。で色味は4色の展開になっていて、今回私はブルーを選びました。ここがやっぱネイビーっぽくて、ここが薄い青っていう感じですごく可愛いです。まあ、水色っていうよりは薄い青って感じですね。はい、では通常のオブラさんとこのオブラさんを比較した感じがこんな感じになってます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はなんとね、オブラさんのご紹介をしてみました。やっぱりでも私もね、そんなにめっちゃでかいってわけじゃないけど、着る洋服とかはすごく選んできたと思うし、こうシャツとかを着るとさ、この間が空くのがすごく気になったりとかっていうすることもあったので、こういうのにね早く出会いたかったなと思っているので、まあそういったお悩みを持ってたりとか、ちょっとねこう背中とか脇のお肉がボコッとするのが嫌だとか、お胸を小さく見せたいとか、そういった方にはぜひ見ていただきたい動画になったかなと思います。この5点のオブラさんに全部共通なのがこの4個のフック、 1,2,3,4 個。私普段3つのやつをつけていたので、この4列のフックに慣れるのがちょっと大変でした。なので、まあ、慣れるのにちょっと時間かかると思うんですけど、慣れたらもうめっちゃここら辺がスッキリしていてすごく良かったので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。で一応今日ご紹介したオブラさんたち5つと公式サイトの URL とか載っておりますので、気になった方は概要欄見てみてください。はい、というわけでまた皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムも最近やっております。概要欄にリンク貼ってありますのでフォローしていただけると嬉しいです。では今日も動画はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。